はい、どうも皆さんやってまいりました、森チェンです。さあ、パズル&ドラゴンズパズドラでございますけれども、ゴッドフェスがやってまいりました。さあ、引いていきましょう。ゴッドフェスね、今ガチャのために買いましたけれども、まあリーチェとかまあマドゥも欲しい、いろいろ欲しいなと思いますけれども、ちょっとラインナップからまず見ましょうか。いろいろ来てますけれども、まあでも正直ね、ダンタリオンシステムのためにあと1体欲しいとかもいろいろ思ってはいるんですが、パイモンとかコットンとかネイとか藤井ももう一体欲しいな、シェアートも欲しいな、もうとにかく何が出てもいいよ、とにかく何が出ても嬉しいです。私は非常に嬉しいので、頑張って引いていこうと思います。何連するかは分かりません。いいのが出るまで引こうと思います。さあ、うわ、ダイヤ、あれダイヤしか出ないのかな、どうなんだろう。わあ、誰ですかあなた、知らない、初ウラノス。おー、何、7コンボ強化3つ入ってんじゃん。ほー、火水闇回復、はいはいはい、7コンボ強化3つ、闇と火の攻撃力2倍両方持つ場合4倍、あー、これ系ね。そうですね、こいつはわからない、ちょっとわからない。あ、属性吸収無効、今の属性吸収無効、嬉しい。あ、属性吸収無効は嬉しい、いいじゃんいいじゃん、属性吸収無効か。あ、マジか、それはでかい、めっちゃでかい。うわうわ、アモンあなた初めてですね。アモンって確かさ、そう、これダメージ無効貫通持ってんだよね。あー、じゃあなんかに使えるかな、なんかどっかのパーティーに、なんかおでん、青おでんがさ、なんか進化したじゃない、あれのパーティーで使える可能性がなきにしもあらず、わからない、どうだろう、わかんねえや、どうなんだろうな。あ、通信中入った、あ、どうだろう、これ別にないか、このゲームで通信中とか特にないか。はい、どうぞお願いします。はい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 、まあ今日はね引いていく予定なんで、よっ、やった、卵のやつやっときた、これ5倍円波のやつだ、やったやった、なんちゃらエンハンス5倍、これ嬉しいね、これ正直嬉しい。ガッシュパーをね、なんとかちょっと進めて、推し進めていきたいなと思っているので、これ嬉しい、これ系のやつがね、ちょっとエンハンス僕欲しいんでね。うん、よし、ダイヤ来い、おい、よっしゃ、やだー、コットンだー、やったー、あー、やったー、うわ、マジ超嬉しい、やマジか、うわ、めっちゃ嬉しい、うわー、やったー、追撃枠いいのいなかったんだ、来ました、やった、来た来た、で5ターンなんだよね、このね5ターン、これで風神が、あ、いいじゃんいいじゃん、やった、コットン超嬉しい。ただまあソニアクレアのパーティーを使いたい時にって感じだったけど、今はまあブラスカ使っていくけど、でもこれで全然嬉しいわ、普通に嬉しいよ、やった、よーし、これは非常にありがてえ、やっとコットン来たか、あ、また来た、こいつ嬉しい、こいつマジあのエンハンス枠として非常に嬉しい、ネルバエンハンスですね、これ嬉しい。まあダンタリオンだな、僕火を使うとしたら、僕はそうだけど、あ、来た、さあ何、おお、なんだっけ君は、なんだっけ、ヘスティア、あ、こいつさ属性吸収無効だ、あ、進化前はなんだね、進化前が属性吸収無効、なるほど、これなんかに使えないのかな、15ターン、まあ属性吸収はまあ頑張るっていう感じもしなくもないけど、まあ一応ね、いや嬉しい嬉しい、あ、いいじゃない、属性吸収向こういいな、アシストはできるのか、あの段階でどうなんだろう、できないのかな、星マークがいい感じにならないとできないとかだったような気がするけど、シャロン、なんかさ、このこいつのこのタイプの木のやつが未だにまだ生きてるんだっけ、一応これお気に入りにしとくけどね、確かリーゼだっけ、なんかリーザだっけ、リーゼだっけ、忘れたけど、なんかそいつが、おい、お前どうした、一応やっとくぞ、やっとくよ、一応やっとくよ、どうしたお前、なんでそんな来た、あ、もういやー、ちょっと金卵が増えてきましたよ、あー、アバロンドレイク一応何体か持ってんだよな、アバロンドレイクはな、だからなんかもうちょっとなんかいい感じになってくれると嬉しい、まあそのうち来るよね、強化ね、アバロンは結構期待してますよ僕は。おっと、金卵ちょっとまずいですよ、おお、お前か、お前あれだよね、ツーウェイちゃんだよね、ツーウェイがいっぱいあって、ブリザードシグナル、これだからシステムが組めないことないかもしれないけど、でも別にそんな、あ、待った、2体持って、あー、ダメだね、もう何体か必要だな、システム組むためには、中に4枚あればいける、ん、3枚、あ、4枚か、4枚あればいけるんだっけか、なんだお前、なんだこいつ、なんだっけ、家具土、あ、僕持ってなかったんだよね、嬉しいかもしれない、でも何に使うんだろう、あ、でもまあ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 、うん、
持ってなかったからこいつは嬉しい。なんか昔すげえ欲しかったんだよなこいつ。なんかこの家具土使ってすごいなんかいろいろね周回するみたいなあったよね確か。お待って、君は、君はもしかして、あーあーお前か、容器、あーお前かお前か、そっか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 、敵全体に99の固定ダメ。あでもこれは嬉しいかもしれない、固定ダメ。いつも3バーストナックル入れてたんで、まあそれよりもターン数少ないから割とあり。まあ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 、なんかで使うでしょう。はいはいはい、スキル見てなかった。いやどうかな、いい流れが欲しい、いい流れが、頼みます。あーなんだっけこいつ、アポロン、アポロンはね持ってるんだけど、そうだねこいつ列とかではできるわけじゃないから、そう合手パに入れようかなって思ったら、あこいつ列持ってねえんだと思って、まあ一応君は、はいオッケーオッケー、君は一応ね、一応やっときましょう。さあもうちょっと、もうちょっと欲しい、もうちょっと欲しい、頼む、なんかもうちょっと。ドアオーデン、まあ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 、青電、まあ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 、そう青電これが来たんだよね。もう1体持ってるけど無効貫通2個持ってるから、これでねまあ火力が、そう無効貫通って 2.5 倍になるんだってね、攻撃力アップの部分が。これ知らなくてね、無効貫通これ火力どうすんだろうって思ったら、あそういう仕組みだったのねと気づきました。だからまあ青電ね、これ3体いるんで中にめっちゃ入れまくるってのはありかもしれない、ない、ありかもしれないね。うん、そうだね、ありかもしれないね。よっしゃ、次。いやー、どんどん来てほしいな。いやー、ちょ、どんどん来てほしい。今回は引こうと思ってっから、すごいいっぱい引こうと思ってっから、懐かしいアニマ。懐かしい。こいつ持ってたわ。売った気がするけど。懐かしいな、お前。一応、ね、この動画で来てくれたんだったらお気に入りしてあげるけど、後で売ると思うけど、いやいいね、それは嬉しいかもしれない、かもしれない。頼むよ、お願いしますよ。あーそうだ、お前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 、そうリーザ、こいつがなんかさ、そうツリースペルはなんか意外と生きてるんでしょ。なんだっけ、エニシーなんちゃらのパーって、わかんない、なんか継承かなんかわかんないけど、エニシーのなんちゃらとかって聞いたことある。ごめんね、僕もう復帰勢だからさ、わかんないんだよね最近のな。何？色違いでなんかちょっとレア感出そうとしないでくれますかね、ちょっとね。これはまだまだちょっと足りないですね、私ね。ちょっと今月マジ厳しいから、もうこれで終わるよ、もうこれで終わるぞ。さあリーチ引きましょう。リーチを引くまで、いやまでじゃないです、そんなことはしません、そんなことはしない。いやマジで本当に周回のも残しておきたいから、ちょっと残すよ。うん、今回はアポロン、はいはい君ね、はい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 、ちょっと残します僕は。いろいろ周回とかさ、マジック・ザ・ギャザリングのキャラのスキル上げも残ってるんでね。何お前、ダクソに出てきそう。アークラインだって、10万の固定ダメージ、回復タイプの、あーあいつか、ミューズと同じ系列のやつらか。この 2.5 倍エンハンスは神タイプの 2.5 倍エンハのあれ、ミューズ使ってました、昔確か売っちゃった気がするけど。で、あーウィンチェスターじゃなかった、チェスターだ、ウィンチェスターは違うそれはちょっと違います、別ゲーというか銃の名前です。はい、どうですか。いやーちょっとダイヤ来ないな。でもダイヤ、おーし、おーメルクリアエンハンス来た。僕こいつね、メルクリアエンハンスとかいう名前だから、でこういう見た目だからダンジョンボスかなって思ってたの、ずっとガチャなんだよね。やった、メルクリアエンハンスようやく来てくれた。これね、そう青ソニアじゃなかった、ソニアクレアのパーティーだと結構ねエンハ欲しいなーっていう場面あったんで、これ嬉しいですね。ありがてえ、超ありがてえ。ベリアルじゃん、ベリアル持ってっけど、転生ベリアルね、こいつダメージ無効貫通持ってるから、そうなんかどっか使えないかなーと思ってたんだけど、どうなんだろうね、うん、こいつはどうなんだろうか。あでもまあ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 、なんか転生ベリアルでもうなんかどっか使えないかな、わかんないよね、パーティーが。おい、ダイヤが出ないぞ、全然ダイヤが出ないぞ。お前誰、お前誰誰、あガネーシャ、お前が有名なガネーシャだね。やっと来てくれたのかガネーシャ、やったやっと来てくれたガネーシャ、ずっと欲しかったんだよ。あこれでなんか周回したいね。あやった、ガネーシャじゃん、こいつがガネーシャかね。みんななんかガネガネとかさ、なんかいろいろやってるじゃん、ランク上げとか言ってさ、僕全然そんなのでできなかったから。
あ、お前2体目はいらねえわまあ一応やっとくけど、2体目はいらないよ、光エンハンス。いやー、ダイヤ来ないな、来なくなっちゃったな。何お前誰、また 2.5 倍のやつでしょ、バランスタイプの 2.5 倍エンハグリーンクレスト。ちょっと今はあれかな、うん、ちょ今はちょっとなみたいな感じかな。よし、ダイヤようやく来た、ようやく来た。お、誰お前、何お前誰、何こいつ。闇属性に変化、マルチブースト持ってっけど、あ、武器になる、マルチブースト武器か。あー、なるほど、スキルは12ターンのまんまでいいかもしれない。これは自分の属性で闇属性に変わっちゃうんだもんね。あー、マルチブースト武器か。まあ持っといていいね、全然ね、全然持っといていいね、どっかで使えるかもしれない。マルチやんないけどな僕な、全然やんないけど。うわ、ダイヤ2連、そろそろもう終わろうぜ。あー、お前な、あれでしょ、そう、ダメージ吸収無効、やった、2体目だ、ダメージ吸収無効、風神と共に。これね、そうなんですよ、欲しかったんだよ。いや嬉しい、ギルガメッシュ嬉しい、嬉しい、超嬉しい、これはありがたい。まあ右1列をね、あのヒドロップに変化しちゃうのはまああれとしても、普通にまあ風神の代わりというか、なんというか2枚目に持っておいて、もう本当にあやばいなって時に使うやつにしておこうかな。よいしょ、はい、そろそろお前終わりたいです、そろそろ次のダイヤで終わろうかな。あとか言ったら絶対あかんと思うわ。あー、もうシャロンとか君ね、ちょっとね、もうちょっと自重してください。はい、どうぞ。よし、はい、終わり、終わりです、終わります。だー、お前か、お前か、ヘスティアか。いやーな、お前で終わんのはちょっとやだな。属性吸収無効はあれ、うーん、まあ僕自制心効かないんで、どうしてもやっぱりそんな終わるなんて無理ですね。はい、お疲れ様でした。